方をします。みんなごきげんよう、立石学院長のひろくんです。今日はプリントスのブースに遊びに来ました。プリントス、ひろくんには分かんないので担当の方に聞いていきたいと思います。いくぞ。こんにちは、立石学院長のひろくんです。開発担当しております西澤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのプリントスってちょっとひろくんには分かんないんですけど、紹介していただいてもよろしいですか。分かりました。こんな感じで撮った写真ってどうしてます、はい、保存してます。保存するだけですよね。みんなで撮った写真って渡すって言って渡し忘れたこととかってないですか。はい、ありますあります。そういうのを解消するために考えたのがこのプリントスです。はい、でこう表示されたスマホの写真をその場で簡単にプリントできちゃうっていう商品なんです。はい、カメラ屋さんに行ってすいませんこれプリントお願いしますって言わなくても大丈夫ですか。大丈夫なんです。機械音痴なので何枚も現像しちゃったりとかするんですよね。機械音痴でも大丈夫です。超アナログな商品なので。あ、そうなんですか。はい、現代においてアナログなんですね。アナログなんです。スマホなんですけどアナログなんです。アナログと最新機器の融合ってことですね。ではあのひろくんでも分かるように説明お願いします。そうですね、こんな感じで、はい、スマホに表示していただいて明るさちょっとだけ調節していただいて、はい、あとは置いて、はい、ちょっとカメラ側に向けるとここにシャッターがあるので、はい、シャッターでパシャッと押したら、はい、もうほぼ完了です。あとはダイヤルを回せば出てくるんですか。そうなんです。お、出てきた。すごい、アナログだ。でもう完成なんですけど、はい、まあ、インスタントカメラなので、はい、ちょっと出てくるまでに時間がかかります。 あれ魔法かけました今、まあ、ちょっと魔法かけました温めると早く出てくるっていうのも豆知識の一個です。わーすごい。こんな感じですぐ出てくるので。それも綺麗ですね。そうなんです。何月何日とか、はい、名前書いて交換したりとか、はいはい、じゃあひろくんあのやりたいので撮ってもらっていいですか。わかりました。ひろくんこう見えて一応モデルなんで。はい、チーズ。はい、今ね撮れたのはこんな感じのここですか。そうなんです。あ、もうちょい上、この枠を隠すように大体この辺です。はい、この辺で、はい、でここを押す、はい、シャッターを押します。ガチャ。でもこれで終わりで、もうこれでカメラは OK、はい、あとは持っていただいて、持ってダイヤルをこっち方向にこっちですか。こう回して、はい、回していきます。すごい簡単、出てきました。これでできました。ほら、機械が得意じゃなくても大丈夫。ヒロ君でもできました。とても簡単ですね。そうなんですよ。で表示した写真をそのまんま印刷できるので、はい、アプリは不要なんですけど、はい、逆にインスタグラムとか、はい、LINE のカメラとか、はい、いろんなアプリで加工とかしたやつを表示していただければそのまんまプリントもできちゃうので。うわー、なんかもういろんな、ただ写真を撮るだけじゃなくってプリントできるっていうのはすごい。そうなんです。面白いですね。もうあれですね、アプリで文字とかも書いてしまえばこれをもうそのまま渡せばいいってことですね。はい、あ、出てきましたね。いい感じですね。すごいいい感じ。見てください、徐々に出てます。魔法をかけます。温めてくださいだんだんこう徐々に色が馴染んで。あのこっちは結構大きいじゃないですか。でこっちはすごいコンパクトなんですけど、どういうことですか。これ実は畳めて、はい、コンパクトに畳めるので、はい、どこでも持ち運びができるように、もう釜の中に入れて持ち運びできるということで、はい、あ、じゃあいつでも携帯で撮ってもうプリントアウトして友達に渡すことができるということですね。はい、軽いんですよ。軽い。あのフィルムはコンビニで売ってるフィルムでいいんですか。そうですね、一般的な市販で売られてるインスタントフィルムで全然大丈夫です。はい、お手軽ですね。はい、追求しました。追求しましたいやー、ほんとプリントス面白いですね。ありがとうございます。プリントスはヒロ君ね、簡単だからすぐに欲しいんですけど、いつ発売されるんですか。残念ながら9月下旬なので、はい、もうちょっとお待ちください。9月下旬待ちましょうね。お値段はおいくらなんですか。お値段なんと、はい、それもお手頃価格でして、はい、4000円もしないんです。プリンターが4000円もしない、すごいお安いですね。こんなね、綺麗な写真もねプリントできるので、
ぜひね、皆さんもね、9月下旬まで待ってください。ホームページとかチェックすればそれの発売日は分かるようになりますか？そうですね、発売日はどんどん更新していきますし、はい、今決まっているのは7月27日から予約を開始するっていうことは決まっているので、はい、ぜひその日まで、はい、まずは予約、まずは予約ってことですね。本日はね、ありがとうございました。ありがとうございました。プリントス、みんなチェックしてみてください。それではバイバーイ。次回もおもちゃ城からお送りします。立石学園チャンネル登録よろしく。